ポチ型コルベットとは、ソ連海軍の小型対戦艦である。ポチ型コルベットは、NATO コードネームであり、ソ連、ロシアにおける、正式名称は204号計画型小型対戦艦である。ポチ型コルベットは、ソ連海軍の艦艇としては初めて、ガスタービンエンジンを搭載した艦艇であり、対戦兵装も、初期型は、v、部 -2500 を搭載していたが、 後には、新型ノブマイナス6000を2機装備するなど、先進的なものを備えていた。しかし、対空、対水上兵装は、マスト後方に装備された、連装5 7ト、mm、ル砲1機のみで、艦対空ミサイルや CIWS を装備していない、ため航空機や対艦ミサイル攻撃には、非常に脆弱であり、防空能力に問題があった。さらには、 過小な戦隊が災いして、対空ミサイルの追加装備がままならなかったため、後には対空ミサイルを装備した1124型小型対戦艦や1241.2型小型対戦艦に取って代わられた。ポチ型コルベットは1960年から1968年にかけて66隻が建造された。ソ連海軍では1980年代後半に、 退役したが、ブルガリア海軍に6隻、ルーマニア海軍に3隻が引き渡されている。ありがとうございます。